皆さんこんにちは。今日は2001年より放送が開始され、その後世界的人気作品となったドラマ24の主なキャストの現在を紹介します。レスリー・ホープ。レスリー・ホープはジャック・バウアーの妻であり、キムの母親であるテリー・バウアーを演じた女優です。シーズン1でジャックに匹敵するほどの試練に見舞われるテリーは、最終的に内通者のニーナ・マイヤーズに殺害されるという悲劇的な最後を遂げますが、視聴者からは娘のキムと並んで見ていてイライラする、うざいと賛否両論のキャラクターでした。そんなテリー・バウアーを演じたレスリー・ホープは58歳となり、現在は女優業とともに監督プロデューサーとして活躍しています。彼女は24以降、法廷ドラマ、スーツで検事アニタ・ギブス役で繰り返し出演したほか、犯罪ドラマ、メンタリストにクリスティーナ・フライ役で出演し、霊媒師の役を演じました。また、短編映画やテレビドラマの監督も兼業していて、長編映画の制作も予定されているそうです。DB グッドサイド。DB グッドサイドはシーズン1からシーズン3で大統領を務めたデイビッド・パーマーの弟、ウェイン・パーマーを演じた俳優です。やり手の作詞家で兄をサポートしていましたが、兄の死により大統領選へ出馬、シーズン6では大統領となりました。彼はインタビューで、ウェイン・パーマーは大統領になってから以前のシーズンと随分性格が変わり、違和感を抱きながら演じたと言いました。見ていたファンもそう思った人が多かったんじゃないかなと語り、自身の演じたキャラクターに複雑な思いを抱いていることを告白しました。とはいえ、このキャラクターは彼のキャリアを代表する役柄となりました。そんなウェイン・パーマーを演じた DB グッドサイドは54歳となり、現在は主にテレビドラマで活躍し、最近では911、ローンスターやアクションスリラードラマナイトエージェントなどに出演しました。また彼は役者だけではなく、映画制作会社ブルーシティエンターテインメントを設立し、映画やテレビ番組の制作に注力していくことを発表しています。プライベートでは彼は独身ですが、2008年から2010年まで女優のゴールデンブルックスと交際していた時に生まれた娘が一人います。キム・レイガー。キム・レイガーはシーズン4から登場し、ジャックの恋人となったオードリー・レインズを演じた女優です。オードリーは国防長官、後に大統領となるジェームズ・ヘラーの娘で、テロリストに誘拐されたり、中国に人質にされたり、精神が崩壊し、最後は暗殺者に射殺されるという悲劇的な結末を迎えたキャラクターでした。そんなオードリー・レインズを演じたキム・レイガーは54歳となり、現在は女優兼監督、プロデューサーとして活躍しています。彼女はグレーズ・アナトミーのテディ・ガルトマン役でも知られていますが、レイバーはグレーズアナトミーに出演するだけではなく、監督としても番組に携わりました。また映画の方でも国際的にベストセラーとなっている作家ジェーン・グリーンの小説を元にした3つのオリジナル映画を、夫でインディー映画監督のマヌ・ボワイエと共同で制作しました。彼女はフランス語とドイツ語に堪能で、現在ニューヨークとロサンゼルスで生活を送っています。グレゴリー・イッツェン。グレゴリー・ギッツェンはシーズン4で副大統領として初登場し、シーズン5では大統領となったチャールズ・ローガンを演じた俳優です。ローガンは優柔不断で感情的な性格を持ち、決断力不足が否めない指導者としての資質に欠ける人物でした。そんなローガンを演じたグレゴリー・ギッツェンは2022年7月、74歳でこの世を去りました。ギッツェンは2015年に重大な心臓発作を起こしましたが、演技を続けていました。彼の死因は緊急手術中の合併症でした。イッツェンは24での傑出したパフォーマンスに加えて、フレンズ、マーダーワン、メンタリスト、デスパレートな妻たち、コバートアフェアなど多岐にわたります。イッツェンは亡くなるまで妻ジュディスと結婚していました。グレン・モーシャワー。グレン・モーシャワーはシークレットサービスとしてパーマー兄弟やローガンなど5つの政権を経験したアーロン・ピアースを演じた俳優です。アーロン・ピアースは7シーズンにわたって出演している息の長いキャラで、正義感が強く、ジャックにもたびたび力を貸してくれました。またローガンの妻マーサと恋愛関係になり、一緒に暮らしました。そんなアーロン・ピアースを演じたグレン・モーシャワーは64歳となり、現在も映画、ドラマ、ゲームの声優などで活躍しています。彼は独特のテキサスなまりと、軍人や政府職員を演じることで有名です。また彼はモチベーションを高めるスピーカーとして広範囲にわたって活動していて、彼のモチベーションプログラムは全国に広がっています。ペニー・ジョンソン・ジェラルド。
フェニー・ジョンソン・ジェラルドはデイビッド・パーマーの妻シェリー・パーマーを演じた女優です。シェリー・パーマーは目的達成のために手段を選ばない性格で、政治的な力を持ち、巧みな弁論で夫を含む多くの人を言いくるめ、デイビッドの周囲で暗躍します。暴挙の限りを尽くした彼女はそれが最後に自分に跳ね返り、射殺されるという哀れな最後を遂げました。シェリー・パーマーを演じたペニー・ジョンソン・ジェラルドは62歳となり、女優、声優として活躍しています。最近は SF ドラマ宇宙探査官オービルで医療主任クレア・フィンや、2024年公開ライオンキングの前日譚ムファサ・ザ・ライオンキングでサラフィナの声を担当しました。またアメリカの三大ネットワークの一つで NBC は彼女をエグゼクティブプロデューサーに迎えて新たなドラマシリーズを開発しているという報道もあり、活躍の場を広げているようです。プライベートではマネージャーだった夫との間に子供が一人います。キーファー・サザーランド。キーファー・サザーランドは24の主人公ジャック・バウアーを演じた俳優です。ジャック・バウアーはイギリスの有料テレビチャンネルスカイワンがテレビで最もタフな男リストの1位に挙げ、エンターテインメントウィークリー誌は彼を過去20年間で最も偉大なキャラクター100人の一人に選ぶなど、キーファー・サザーランドの当たり役となりました。そんなキーファー・サザーランドは57歳となり、現在も人気俳優として活躍しています。彼は24について、ジャック・バウアーの物語はまだ未解決のままであり、もし全てのカードが揃うなら彼は再びジャック・バウアーを演じることに前向きであるとインタビューで答えました。最近の彼は俳優として活躍する傍らで、カントリー歌手としても地位を確立することに費やしてきました。各地でライブショーを行い、3枚のアルバムをリリース。3枚目のアルバムは英国チャートでトップ10入りを果たしました。現在彼はクリント・イーストウッドの最後の映画となる作品の撮影中であると言われています。プライベートではサザーランドは2014年頃からモデル兼女優のシンディ・ベラと交際を始め、2017年に婚約。現在彼らはロサンゼルスのトルーカレイクに住んでいると言われています。彼と最初の妻カメリア・キャストの間に生まれた娘サラ・サザーランドは現在35歳になり、女優として活動しています。デニス・ヘイスバート。デニス・ヘイスバートはシリーズを象徴する大統領デビッド・パーマーを演じた俳優です。パーマーはジャック・バウアーと強い信頼関係を築き、決断力、精錬さ、カリスマ性を兼ね備えた人物でした。パーマーは24の中でも最も愛されたキャラの一人で、彼の死にショックを受けたファンはたくさんいました。そんなデビッド・パーマーを演じたデニス・ヘイスバートは現在69歳となり、今もテレビ、映画で多くの役を演じ、権威ある低音の声を生かし、ナレーターやアニメの声優などでも活躍しています。年に2本から3本の映画に出演し、テレビドラマにも出演しています。彼は今でもデビッド・パーマーに愛着を持っていて、こんなツイートをしました。毎日誰かが私のところに来て私を大統領と呼びます。とても記憶に残るキャラクターを演じることができて光栄です。実はヘイスバートはパーマーが死ぬ時反対だと断固として主張しました。何ヶ月もパーマーの死亡シーンの撮影を拒否しましたが、最終的に脚本家の説得で撮影現場に戻りました。パーマーの死は視聴率に望ましい影響を与えましたが、最愛のキャラクターの死に動揺する視聴者もいました。彼はみんなにとても愛されていたキャラクターを殺す必要はないと感じており、今では現場に戻ったという決断を後悔していると語りました。ジェームズ・モリソン。ジェームズ・モリソンはシーズン4から CTU の臨時指揮官として登場したビル・ブキャナンを演じた俳優です。ブキャナンはスタッフとの間に信頼を築き、シーズン5から6まで支部長を務めましたが、妻カレンと共に政権内の争いに巻き込まれ支部長を辞任しました。 CTU を離れた後は政界の腐敗を暴くための私的な捜査活動を行いましたが、最後は爆発に巻き込まれて死亡しました。そんなブキャナンを演じたジェームズ・モリソンは69歳となり、最近は映画やドラマにあまり出演していませんが、劇場で一人芝居を上演したり、いくつかの演劇を監督してきました。彼は24以外では X ファイル、CSI マイアミなどに出演したほか、映画ではフォーリングダウン、キャッチミーイフユーキャンなどにも出演しました。またいくつかの短編映画を監督し、映画祭で表彰されました。彼は俳優だけではなく、監督、劇作家、詩人、シンガーソングライターとしても活躍する一方で、ヨガを教える資格を取得し、ヨガ講師をしていたこともありました。サラ・クラーク。サラ・クラークはシーズン1からシーズン3に登場した CTU ロサンゼルス支局で働く二重スパイニーナ・マイヤーズを演じた女優です。ジャックと過去に恋愛関係にあり、 CTU のアシスタントチーフとして登場したニーナは最終的にテロリストとの内通が発覚、ジャックの妻テリーを殺害し核爆弾テロにも関与します。
最終的にジャックに射殺されるという最初と全く真逆な印象を与えるキャラクターで、視聴者に強烈なインパクトを与えました。そんな記憶に残るキャラを演じたサラ・クラークは現在51歳となり、ハリウッドを離れ、自然あふれるアメリカのメイン州の農場で夫である俳優のザンダー・バークレーと2人の子供たちと暮らしています。ザンダー・バークレーは24のジョージ・メイソン役を演じた俳優です。ジョージ・メイソンは CTU のロス支局長で放射能を浴びて余命1日となり、ジャックに代わって核爆弾と共に砂漠で爆死するという英雄的な最後を遂げるキャラクターでした。2人は共演シーンはほとんどありませんでしたが、シーズン2の初演の2ヶ月前に結婚しました。サラ・クラークは2021年に出演したコーダ愛の歌以降出演はなく、一方のザンダー・バークレーは年に1本のペースで映画に出演し、テレビドラマにも出演。その長いキャリアで200以上の役をこなし、多忙を極めています。夫婦はハリウッドではなく地元のメイン州で映画やテレビ番組の制作を増やすための取り組みに参加しています。メイン州での映像制作を通じて彼らは子供たちと一緒に過ごす時間を増やすメリットがあり、メイン州は小さな町をテレビシリーズのセットとして使用することで町に人々が訪れ、経済効果が期待できるというわけです。また夫婦はメイン州コーニッシュにレストランが併設した旅館を2022年にオープンしました。カルロス・バーナード。カルロス・バーナードは24の人気キャラクタートニー・アルメイダを演じた俳優です。アルメイダの物語は複雑で忠誠と裏切りが交錯する、そんなキャラクターでした。最初は信頼できる同僚として登場したアルメイダは支部長に昇進、しかしシーズン3では国家反逆罪に問われ逮捕。その後アルコール依存症となり妻ミシェルと離婚。その後ミシェルと復縁しますが、ミシェルが死亡、そして自分も殺されます。しかしシーズン7では死んでいなかったことが発覚し、敵として登場します。そんなトニー・アルメイダを演じたカルロス・バーナードは61歳となり、現在も役者としてドラマに出演しています。また様々なドラマのエピソードを監督することもあり、2012年には長編映画の監督も担当しました。プライベートでは彼は2度結婚していて、それぞれの相手との間に子供が1人います。24で共演したキーファー・サザーランドやミシェルを演じたレイコ・エイルスワースと友人としての交流があります。レイコ・エイルスワースは現在51歳となり、シェイクスピア演劇の学者で専門家のロブ・クレアと結婚生活を送る一方で、いろいろなドラマに単発で出演しながら2本の短編映画を監督し、複数の賞を受賞しています。メアリー・リン・ライス株。メアリー・リン・ライス株は CTU の分析官で、ジャック・バウアーの最も信頼する同僚クロエ・オブライアンを演じた女優です。彼女はオブライアン役として24の125のエピソードに出演。これはシリーズ全204エピソードに出演した主演のキーファー・サザーランドを除けば他のどの俳優よりも多い出演回数でした。そんな人気キャラを演じたメアリー・リン・ライス株は52歳となり、今も映画ドラマにコンスタントに出演しています。24以外では謎めいた肌、メラニーは行く、パンチドランクラブで魅惑的な演技を披露し、その後ファイアーウォールではハリソン・フォードの相手役などいくつかの目立つ役を演じました。彼女は映画やテレビでの仕事に加えて地元ハリウッドのショーでパフォーマンスを行っています。演技以外でも彼女は芸術が好きで、ロサンゼルスの数多くの美術館の常連としても知られています。彼女自身の絵画はアートオークションや展示会で展示販売されています。プライベートではパーソナルトレーナーから俳優に転身したマシュー・ロルフと結婚し、2008年に息子を設けました。しかし10年間結婚生活を送りましたが、2人は2019年に離婚しました。エリシャ・カスバート。エリシャ・カスバートはジャック・バウアーの娘キム・バウアーを演じた女優です。夜に家を抜け出し、その結果誘拐されるなどトラブルを引き起こすキャラクターとして描かれましたが、シーズン3では彼女は父の勤める CTU で分析官として働き始め、専門的な技術を持つことを証明しました。彼女はキム・バウアーを演じ始めて人気に火がつき、複数のメディアで最もセクシーな女優の一人として選出され、男性ファンに愛されました。そんなキム・バウアーを演じたエリシャ・カスバートは41歳となり、2児の母でありながら現在も女優として活躍しています。2023年4月、ネットフリックスのトロントの新オフィスのグランドオープンを祝うイベントに参加した彼女を SNS で見たファンは、以前より良くなっていると年齢を感じさせない容姿に称賛を送りました。彼女は24に出演後、2004年のティーンコメディ映画ガールネクストドアのダニエル役でもブレイクし、2005年の老人形の館のカーリー・ジョーンズ役でも知名度を上げました。プライベートでは彼女は当時トロントメイプルリーフスのキャプテンだったアイスホッケー選手ディオン・ファヌフと2013年7月に結婚し、夫婦には2人の子供がいます。はい、ということでございまして、
24のキャストのその後と現在についてでした。元 FBI 捜査官ルネ・ウォーカーを演じたアニー・ワーシングにつきましては前回の動画で紹介しておりますので、そちらを確認してくださいね。まだまだ紹介したい俳優がたくさんいましたが、今回はここまでにしたいと思います。今日登場したキャラクターの思い出や24の好きだったところなど、ガンガンコメント欄で教えてくださいね。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。